皆さんこんにちは、西川瑞希です。今回はロレアルパリで新しく発売されたリップの付け比べをしたいと思います。で今回のリップはじゃーん、こちらのロレアルパリのルージュシグネチャーのサンセットコレクションです。で他にもカラーがあるんですけど、この3つは私が可愛いなと思った3色です。でこれを塗ってみたいなと思ったので早速塗り比べしていきたいと思います。でちなみに今回私が塗るカラーはまず1つ目がこちらの131番のダークプラムのカラーです。であともう2つは限定色なんですけど、プラザとミニプラザとロフトの限定色みたいで、こちらの129番のピンクブラウンとこちらの126番のディープブラウンの3色を塗っていきたいと思います。じゃあまずはじめはこちらのプラムカラーから塗っていきます。ちなみにこのリップはちょっとなんかマットだけど透け感があるマットで、すごいつけやすくて全然取れない。すごいプラム、なんかちょっと一気に雰囲気が変わりました今私赤いお洋服着てるんですけど、なんか黒いお洋服とかちょっとアイボリー系のベージュのお洋服とかそういうのにつけても結構ポイントになるんじゃないかなって思います。結構ね発色すごいいいし、これなんか唇にピタッとひっつくので、なので全然取れにくくて、すごくなんか一日中よれたくない時もおすすめです。次はこちらの129番のカラーをつけていきます。では塗っていきます。これもまたちょっと落ち着いた感じの、これはピンクブラウンのカラーなので、ちょっと落ち着いた可愛さ、大人っぽい可愛さが好きな方はこのカラーすごく可愛いなと思います。でこれはウォータープルーフ処方なので結構落ちにくいので、唇とかには本当に落ちにくくてピタッと本当密着してくれて、落とすときはしっかりクレンジングとか、あとポイントのメイク落としとか使ってあげると落としやすいかなと思います。あとちょっと潤いが欲しい人はこの上にグロスとか重ねてあげてもプルッとした仕上がりになって、これだけでももちろん可愛いんですけど、そういう使い方もおすすめです。次はこちらの126番のカラーをつけていきます。はい、塗っていきます。これは結構濃いね。どれもしっかりつくので、ここの蓋のところでちょっと落としながら塗ってあげると塗りやすいです。はい、塗り終わりました。大人っぽい感じする。なんかこのリップは全部パリの夕暮れをイメージしたカラーみたいで、本当になんかそういう感じのシックな感じ、すごくおしゃれ度がアップするカラーたちだなって思いました。はい、こんな感じで今回はロレアルパリの9月13日に発売されたリップのサンセットコレクションの中から3色紹介したんですけど、全部でカラーは5色あります。でこの3色ともすごくなんか色も絶妙で、なんかあまりないカラーで可愛いなって思いました。この種類は前にも全然使ったことあるんですけど、結構みずみずしいタッチで、この伸びも良くて、あと唇にほんとピタッと密着してくれる感じなので、私意外とミーティングとかでなんか取れたくない日とかそういう時とかにも使ったりしています。ぜひ気になる方は見てみてください。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。では西川瑞希でした。バイバーイ。